砂隠れはまだかよ。ナルト、あんたちょっと焦りすぎ。そんなんじゃ体が持たないって。気に食わねえんだってばよ。ね、あいつらが俺やガーラを狙う理由くらい俺にだってわかる。さくらちゃんももう知ってんだろ。俺ん中にキュービの妖狐が封印されてて、暁に襲われたことがあるって。それは。ガーラも俺も、体の中に化け物を飼ってる。それが目当てなんだ、あいつらは。それが気に食わねえ。俺たちを化け物としか見てねえ。あいつらの好き勝手な見方が気に食わねえんだ。ナルト。ガーラは全部俺と同じだった。一人ぼっちで理解もされなくて。でも俺にはイルカ先生や仲間がいてくれた。だから助かった。だけどあいつはずっとずっと一人だったんだ。暁に狙われた。今度も俺と同じだ。それなのにいつも、なんであいつばっかりがそんな役回りになっちまう。だからどうしたってチンタラしてらんねえだろ。大丈夫だ、お前の気持ちは分かってるよ。だったら少しでも早く先に進みたいんだ。ガーラを少しでも早く助けてんだってばよ。ありがとう、渦巻きナルト。砂隠れまで一気に突き抜けてやる。急ぐってばよ。バキ、手まり、それに木の葉の救援部隊か。ガーラはどうなったんだってばよ。残念ながら依然暁に囚われたままだ。追跡部隊はもちろん放っているんだろう。情報は、情報によると奴ら暁はガーラを連れ川の国へと向かったらしい。川の国か。そんじゃこんなとこでチンタラしてねえで、すぐに川の国に行くってばよ、カカス先生。バキさん、我々はこれより風影奪還の任に入り、川の国へと向かいます。すまん、助かる。ナルト、サクラ、俺は今から木の葉に連絡を入れる。その間に二人はしっかり準備をしておくこと。了解。つい先ほどカカシから連絡があった。暁は風影を連れ川の国へと向かったとのことだ。そこでお前たちにもカカシ班と同様の任務を与える。直ちに川の国へ向かいカカシたちと合流。その後互いにサポートし任務をこなせ。わかったな。はっ。よし、川の国まで一日で行くぞ。いえ、大先生、半日で行きましょう。どう考えたって3日はかかる。そういうノリでする会はやめてください。もう。よし、みんな
川の国に向けて出発だ。しない？この程度で音を上げるのですか？まだまだ修行が足りませんね。なんですって？二人とも話はそこまでか。え？何か来る。先生、誰だ？おやおや、珍獣は頭の方も獣レベルのようですね。ま、すぐに思い出させてあげますが、こいつとんでもないチャクラの量だ。これが暁。さて、水分身か。始めましょうか。みんな二手に分かれて迎撃するぞ。ネジはテンテンと、リーは俺と組め。了解。行きますよ。まだまだいたぶってあげますよ。さすがにやるわね。ならばこちらも少々本気を出すとしよう。オッケー。吠えますね。あなたたちごときでは私には勝てませんよ。さて、それはどうかな。戦闘開始。俺たちの勝ちだ。
なるほど。どうやら侮りすぎていたようですね。まあいいでしょう。あなたたちとの遊びはここまでです。終わったわね。あとはリーたちだが大丈夫かな。あの二人ようやくあなたとの決着がつけられますね。お前のことどこかで見たような気がしないでもないような。ダメだ、思い出せん。やれやれ、本当に困った方だ。ではこの大刀サメ肌で削り思い出してもらうことにしましょうか。この殺気、ただものではありませんね。気をつけろよ、リー。少しの油断が命取りになるぞ。ボス。さあ、行きますよ。さすが、といったところでしょうか。なかなかに楽しいひとときでしたが、どうやら時間切れのようです。お前は？残念ですが、あなたとの決着はまた今度ということで。その時まで、せいぜいくたばらないように。なかなかの強敵でしたね。そっちも終わったようだな。ネジ、テンテン、無事でしたか？ああ、なんとかな。なるほど、そちらも大変でしたね。で、結局あいつの目的って何だったのかしら。それはみんな、奴の目的が気になるのはわかるが、このまま足を止めているわけにはいかない。確かにネジの言う通りだ。今はカカシたちとの合流を急がなければならん。よし、考えるのはまた今度だ。今は先に進むぞ。おっす。
さて、それでは行きますか。お前たちには迷惑をかける。いえ、困った時はお互い様です。すまん。それでは、我々は川の国。マーティー、こっちに行ってる場合じゃねえ。なんだってばよ、加賀先生。気をつけろ、みんな。いきなりですか。こいつは、うちは、イタチ。久しぶりですね、加賀さん、ナルト君。こんにゃるは俺だけじゃなく、ガーラまで。お前らは俺がぶっ潰してやる。そろそろ一緒に来てもらうことにするよ、ナルト君。なめんじゃねえ。落ち着け、ナルト。こいつは俺がやる。なと言っても、別に黙って見てろってわけじゃない。お前は俺の援護を頼む。本当はカッコつけて先に急げと言いたいところなんだけどね。
俺もこいつ相手じゃ一人で抑えきれない。了解。さすがはカカシさん、戦い慣れている。イタチ、お前。今回はここまでです。消えた。今の引き方、これは。ああ、どうやらあやつの役目は。ただの時間稼ぎだったようじゃの。時間稼ぎ？先ほどのやつの行動から考えるに、どうやら間違いないようじゃな。やつらは美獣を引き剥がしにかかっとる。おそらく新たな人中力を作るつもりなのじゃろう。美獣、人中力、それって何なんですか？美獣とは、主角や九尾といった王を持つ魔獣のことを指す。九尾。美獣は莫大なチャクラの塊でな、それを軍事利用しようと各国が競っておった。利用って、そんなチャクラの塊を制御することができるんですか？結果的には制御することは誰にもできなかった。じゃが人はその力を人の手でコントロールしようとはしたのじゃ。美獣を人に封印することでな。そして美獣を封印されたもの、つまりガーラのようなものを人中力と呼んだのじゃ。ナルト、どうやればその美獣を取り出せるんですか？サクラちゃん、瞬間的にでも美獣の力に釣り合うだけの封印術と
かなりの時間を要する。だがそれをしてしまえば人中力は、まさか。そうじゃ、美獣を抜かれた人中力は死ぬ。そんなそれじゃ。相変わらず心配性だな、さくらちゃん。大丈夫だって。ガーラ、俺が助けっから。私はナルト、あんたの。カカシ先生、そろそろ行くってばよ。ナルト。高橋先生、目的地まであとどれくらいなんだ？ここからだと、もう少しといったところか。よし。待ってろよ、ガーラ。すぐに助けてやるからな。